ございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いやしんど。目線ください。じゃあ、どちらかポケットに手を入れてもらっていいですか。ポケットありますね。あ、違います。はい、かっけえな。目線をこっちに、体はそのままでいいです。顔だけこっちに、あ、いいです。島川さんのカメラください、目線ください。ちょっと 目線上げましょうか、はい、はい、とこっち、この反対側、反対側。あ、そうです。目線だけ、目だけ、はい、はい、こっち向いたまま、目だけ。じゃあ、ちょっともう両方ポケットに手を。じゃあ、見てられる。じゃあ、目線を下げて、こっち向ける。ちょうどいらっしゃいます。ちょっとこのカメラを見るぐらいの感じ、はい、ああいいですね、はい、かっこいいですね。かっこいいね、お前。楽に持ってない、それぐらいの感じ。あ、いいですね、そんな楽な感じです、はい、ああいいですね。あ、いいですね、ボール見る感じです。音がつきません。結局、はい、目線外しましょう。カメラじゃない方に行きます。ああ、顔ごと行きましょう。はい、絶対 YouTube じゃないですか。え、分かっちゃった。その向き絶対 YouTube じゃないですか。なんかでもこれ1ヶ月後ぐらいに上げなきゃいけないんだけど。ああ、いいですね。あの、急遽富樫啓満が忘れてて、この記念撮影時になってたよ、これ。写真撮影、ちょ、啓満に一言予定を忘れるのは人としてどうかと思います。いいよ。オッケーオッケーオッケー。あ、匂い匂い。匂ってる。微妙にでしょ。パーカー。お、いいじゃんいいじゃん。いや、いいじゃん。一言ない。めちゃくちゃ。リリー一言ない。違う。完全にでも、もう被害者の回だから。被害者。ここは、本当に。切れます？でも楽しむしかないじゃん。はい。すべてはケーマン君。そう、すべてはあいつのせい。入る。ナレーションとして。
おいじゃ一緒ににおうにおう。いや、におうにおうじゃないよ。ギャップって言うじゃん。ギャップ。なんもね、なんも聞かされてないから。なんも聞かされてない。いやいや、ちゃいちゃい、しまくん。しまくん。あ、いい笑顔。俺、しまくんの初出演、これ安い。見せてください。見せてください。年をビデオ、初出演、これはないっすね。うん、これ、直で来ちゃっていいんですか？どうぞどうぞ。そういうやつじゃないです。でも脱毛しないんだ。はい、脱毛しないんだ。してないですね。興味ない。はい、脱毛興味ない。ちょっとあんまりマジで大丈夫ですか？バッチリ。山崎さん、お先です。はい。お疲れ様です。失礼します。怒ってる、消えてる。あれ、ちょっと怒ってる。ちょっとピリついてる。山崎さん、怒ってます。山崎さん、お先です。失礼します。あ、止めていいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼しました。でした。本当にすいません。いや、まあ本当にごめん。しばくん、本当にすいません。もうちょっと声張って。すいませんでした。PK 与えてすいません。PK 与えてすいませんでした。本当にすいません。本当にすいません。マジで。いやでも。本当にすいません。多分、まあ、俺もめっちゃ被害者なんだけど。はい。いや、俺より。いや、本当にごめん。ごめん、めちゃくちゃ被害者。ごめん、本当にごめん、本当にごめん。山、山が急に電話でやれるかみたいな。いや、でも、まあ、別に近いし、全然いいんですけど。だから俺普通に練習行く時の格好で、パンパンで、B3 でみたいな。あんま合わない感じで。全然合わないです。ちょっと怖い。もしあの女の子のモデルの子のあれでしょ。いや、そう、ケーマンと思ったら始末を見つけちゃった。俺モデルの子と見つめ合ったりしてるから、ね、この距離で。すいません、マジですいません。本当にやばい、もうマジで、マジで。いや、もう昼飯作ってました、一緒に読むと。でその後食べた後、娘絵本読んで昼寝させて、携帯みたいなのあって、マジですいません。不思議でしたよね、全員。言い訳すんだよ。いやいや、言い訳じゃないです。もう言い訳なんもできないです。本当にもう、いつもタイムスリーに絶対入れてんのに入ってなかったです。本当にすいません。思わないですよね。なんかやんなきゃいけないじゃん。マジで、どう取り替えしたらいいですか、これ。で結局でも、ヤマが俺の代わりになってくれたってことはもう撮影しない。いや、ちょっと待って、ヤマももちろん代わりにはなったよ。はい。なってないっすよ。なってないっすよ。いや、マジで、本当にごめん、ヤマ。マジで、本当にごめん。あ、結構食らったわ、LINE 見た瞬間。一瞬で分かった、この。こっちです。食らってんの、こっちです。そうっすよね。はい。そうっすよね。もう、体力的にもそうですけど、精神的に。精神的にもそうっすよね。時間押してたのって、もう、あれは予想通りなんですか？それとも、ケイマン君が遅れるってなったから、あんな押したんですか？で、ケイマンが遅れるってなって。完全に俺のせいです。俺のせいです。ちょっと遅らして、全員集まるかな、みたいなってことですよね。すいません。ちょっとすいません。ちょっとすいません。今日ちょっと最後に締めて。いや、締まんないっす、これ。お願いします。は
はい、お願いします。いや、本当にちょ待ってください、本当に本当にもう関係者各位、本当に別にこんなにね、大事な撮影を本当にすっぽかしてしまって、本当にたくさんの迷惑かけてしまって、ちょっとすいません。からのからのじゃないんですよ、もうもう本当にちょっと待ってもかもしれません、本当に勘弁してください。